横浜市六大事業とは太平洋戦争により荒廃した横浜市の中心部の再生と活性化を目的に始まった大規模な都市計画の故障。金沢地先埋め立て事業の埋め立て地横浜市六大事業構想で公表された高速鉄道路線計画事業計画の骨子となったものは横浜市が横浜中心市街の復興と活性のために 民間のシンクタンクの環境開発センターに調査を依頼した横浜市将来計画に関する基礎調査報告書。浅田隆田村明らにより、1964年12月5日に作成された。この調査報告書をもとにして、1965年に当時の明日方和夫市長が市民に向けて提案を行った。市民向けのパンフレットが作成され、 当時の横浜市の人口が百数十万人であるにもかかわらず、題名は300万人都市を目指してだった。事業計画の内容は横浜市中心部に止まらず、郊外を含めた横浜市全域を視野に入れており、道路、鉄道、港、埋め立て、経済的効率性、エリアの配置などを含んだものであり、大規模都市にふさわしいグランドデザインだった。当時、 大規模公共事業を嫌う革新市長が多い中で、社会党の市長は自民党かおまけの政策提案を行った。6大事業を実現するためには、縦割り組織では事業化が困難だったため、明日方市長に招聘された田村明が横浜市に勤務。市役所内に企画調整局を作り、各部署との調整役を務めながら計画が進められた。 六大事業の具体的な中身は以下の通りである。都心部強化から連合国軍最高司令官総司令部によって横浜市中心部が接収され、その接収解除が遅れたことによる戦後復興の遅れの対応。金沢地先埋め立て事業都心部強化事業に伴い、市中心部に混在する工場の移転用地の増成、住宅の確保、港北ニュータウン、 マイナスベッドタウン化に伴うスプロール減少防止のためのニュータウン建設高速鉄道建設事業交通の骨格を形成する高速鉄道の建設中心部と郊外を結ぶアクセスの強化高速道路網建設事業交通の骨格を形成する高速道路有料道路の整備横浜港ベイブリッジ建設事業業務交通の分離による 横浜市中心部の混雑館は、現在では上記6つの事業はほぼ完遂しており、横浜市はすでに都心臨海部インナーハーバー整備構想と称した次の事業に着手している。ありがとうございます。